3号艇今村豊選手です。イエスおめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。準優勝戦は本当に白熱のレースでした。お疲れ様でした。まあそうですね。しかし、もうさすがもう貫禄の技を見せつけてといったところだったんですが、振り返ってみて、やっぱりスタートが不甲斐なかったですね。<ー>だからちょっと後手踏んだんで1コーナー余裕なくまあったんで。ああいう結果になったんで。はい、もっとしっかりしないといけないですね。<っ> ただ道中、の足とししてはいかかがでしたかまあ道中そうですね、周り足とか二の足とかはいいんですけど、はい、ちょっと伸びきった時の足がちょっと若干弱くなってくるかなっていう感じはありますねそのあたりは、明日優勝戦へ向けて調整していきたいといったところですかまあ途中ででもね、あの調整してみたんですけど、確かに若干伸びが少し良くなるんですけど、その。 行き足とか周り足が少し落ちるんで多分このまま行くと思いますね回転数が合わなければもっと調整しますけど、はい、では明日はもう課題はスタートといったところですかそうですねやっぱりスタートになると思いますまあ日3号艇という枠になりましたけれどももちろんいつもの位置からのスタートというところで,すか、ね、うですね。もう そういうふうになると思います。はい、えー、それでは最後に優勝戦向けてファンの方に一言お願いします。あのー、最後まで一生懸命頑張りますのでご声援お願いいたします。